テイストオブジャズ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。山本香織です。さて今日はお久しぶりです、作曲家でピアニストの鬼竹美由紀さんにお越しいただきました。お久しぶりです。お久しぶりです。何年ぶりですかね。5年、4、5年経ってるわね。そうですよね、はい、いやお元気そうでよかったです。はい、あのこちらも本当にご活躍はもう常にねフェイスブックでチェックしてますので、なんかねフェイスブックってすごいね、はい、あのずっと会ってなくても会ってるような気持ちになるよね。すごいいろんな方とね、あの、本当に楽しそうにいつもお仕事されてる、はい、あの笑顔の写真拝見してるんですけれども。ありがとうございます。実は昨年、はい、7枚目のアルバムをリリースされまして、はい、福島というタイトルの。はい。はい、こちらが、すごくあの、趣向の凝らしてある、あの、大変素敵な、ありがとうございます。アルバムで、あの、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、ぜひともご紹介いただきたいということで。はい、そうなんですよね。もう、あの、私ね、2016年から、はい、3年間福島に通いまして、はい、全部で9曲を作ったんですね。はい、で、地元の方じゃないとわからないような、そこに暮らしてないとね、わからないようなことを、地元の方にインタビューをして、それで曲を作るという形で、やってきたんですね。はい。今日はこの福島から4曲お届けしてまいります、はい、じゃあ早速かかってまいりました。こちらの曲をご紹介いただけますか。はい、これは野馬追という曲で、はい、相馬に伝わる、あの野馬追という、あの1000年以上もね、はい、伝わってるお祭りですね。早速お聴きいただきましょう、はい。
野間葵、はい、お聴きいただきました。勇壮な曲ですね。もうね、感動しましたよ。本当に、最初にインターネットとかでね、調べてた時っていうのは、甲冑姿のね、男たちがいたりとかしてたので、うん、ちょっと時代劇のようなものなのかな、というふうに想像してたんですけど、まあ、本番の前に、あらかじめある方のお宅に、はい、お話を伺わせていただいたんですけど、そしたらもうまずその町を回ったら、一年にたった一回の行事なのに、うん、まあ、馬を飼ってらっしゃるうちの多いこと、普通のうちが馬を飼ってるんですか？そうなんですよ、はい。で、皆さん馬を飼って、うん、で、それ乗りこなすために練習もたくさんされている。はい、だからそういうね、なんかもう普段からの、要するに一日のことだけじゃないんですね。はい、で、しかもその陣羽織とかね、甲冑とか、旗とか、はい、そういうものは、おじいさんとか、お父さんとかから譲られた、もう、すごく代々伝わる大切なものだったりしてね、もうとても大切にされてたのを、こう写真撮ってきたりしたんですけれども、はい。はい、ああ、そういう素敵なお祭りなんですね。うん、だから、なんかもう本当に相馬に伝わる、もう脈々と流れる、こう、はい、相馬の血みたいなものをね、はい、感じましたね。ほっこりとかね。まあ、そういう福島の文化とか景色とか自然とか、はい、そういうものを曲にしたという今回のこのアルバムなんですけれども、ね、はい、9曲、そしてプラス1曲ボーナストラックがありまして、はい、今日そのボーナストラックもね、お聴きいただこうと思ってるんですけれども、写真もね、はい、ありまして、すごく雰囲気をね、味わうことができる。多分ね、これを見ながら、うん、曲を聴いていただくと、はい、ちょっとこう、いろんなイメージが湧くんじゃないかなと思うんですけれども、はい、この写真は森秀夫さんというね、写真家で、はい、私が前の、アルバムの時も、うん、ハピネスイズシリーズで、やはりチャリティーで、震災の後にずっとやってた、うん、シリーズでも、はい、写真を撮り続けて、くださってた方なんですけども、はい、本当に素晴らしい写真でね、うん、で、ジャケットの中にね、はい、それをまあ一枚一枚その各曲に合わせて、はい、入れてあるんですけど、で、そこの裏側には地図とかね、はい、私がそこで感じたこととか、うん、そんなことをね書いたりして、で、ちょっともう変わってるのが、はい、ジャケットにね。の外側に穴が開いていて、はいはい、で普通だったらブックレットにして、その中に、まあ普通のに入れるんですけど、うんうん、はい、その外側に、の穴から中のこう、景色が見えるようにしようとしたんですね。あ、なので、はいはい、その、10曲のうち、はい、自分の好きな写真を、なるほど、一番上にして入れていただくと、はい、自分だけのジャケットができるっていうね。自分の一番好きな福島を見ながら、はい、そうなんですよ、楽しむことができるわけですね。うん、だから木戸川っていうね、はいはいはい、福島原発から一番近い、はい、奈良浜にある、うん、流れているところで、鮭の遡上がとても有名なんですけれども、はいはい、そこではやっぱり鮭がこう遡上してきた、うん、ピーンって跳ねてる、はい、鮭の写真があるんですけど、はい、やっぱり釣りがお好きな方は、この曲、この写真をね、はい、一番上にされていましたね。なるほどね。はい、そう思いながら見ると、また余計ね、この曲に対するこう理解も深まるし、そうですね。福島の魅力っていうものを、ね、はい、こんな場所なんだ、で、相馬市ってここなんだ、みたいなね。そうですね、はい。あ、こういう仕掛けがあるんですね。はい、面白いな。さあ、続いての曲なんですけども、はい、こちらは大内宿というね、はい、ところ会津なんですけども行ってきまして、はい、で大内宿っていうのはもうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども300年経った今でもなお残る、はい、宿場町なんですね。で、30軒以上のかやぶき屋根のお宅が立ち並んでいて、はい、というでもね、私が一番最初に大内宿に行った時には秋だったんですよ。で
私の、今回のモットーとしては、その一箇所に対して何回も足を運ぶことにしたんですね。その季節ごとに違う景色も見せるし、はい、違う表情になるし、で時間も必ず24時間は滞在する。そうすると朝だったり夜だったり昼だったり、もうそれぞれにもう絶対に同じ表情を見せない、その場所を感じられると思うんです。でこのおうち塾も冬にも、冬のその雪がたくさん積もっている時も行ったんですけども、かやぶき屋根ってね、雪が深いところっていうのは本当に維持が大変なんですね、はい、でやっぱりそのおうち塾の方たちも一時は維持が大変だからもうトタン屋根に変えようっていう話もあったぐらいだけで、しかもかやぶき屋根の職人もね少なくなってるし、うん、っていうすごく問題を抱えたんですけども、でもやっぱりその300年続いてきた歴史を絶やすわけにはいかないって言って、今も皆さん頑張ってかやぶき屋根をね維持してらっしゃるんですよ。そういう情熱もそうですね、すぐに込められてるわけですね。はい、はい、タイトルは、はい、ビヨンドタイム。ビヨンドタイム、はい、おうち塾、はいはい、お聞きいただきました。大切なことを聞き忘れていましたね。メンバーをご紹介いただけますか。メンバーはですね、はい、もう私が本当に信頼しているお二人なんですけれども、はい、ドラムス、そしてパーカッションを岩瀬たっぴさん、はい、そしてベースは、鳥越圭介さんというね、はい、もうこのトリオで結構もう長いことをやってるんですけれども、はい、トリオだけで、録音したのは今回が初めてなんですね。ああ、なるほど。今まではちょっとトリオプラス弦が入ったり、はいはい、いろいろ、他にもメンバーがいたので、はい。はい、いや、もう今回は、ちょっと普通の、ピアノトリオの演奏よりも、うんうん、ひょっとしたら、ピアノソロに、ドラムがこう世界観をまたさらに作り、で、その上にベース鳥越さんが、うん、アルコで相当にこう、景色作りをさらにまた違うところにこう作ってくれたっていうね、そういう感じで、うん、アルコをものすごくたくさん使ったんですよ。はいはい、なのでその辺もね、お楽しみいただけたらなと思うんですけれども、シンプルだからこそ表現できるものがあるっていう、はい、特にこの3人だからこそっていう世界観、うんうん、もう本当に素晴らしいお二人です。はい、はい、もう前作もね、カンナの方々もね、はい、皆さん参加されてるんですけれども、はい、そもそもですね、はい、
その前作のハピネスイーズでも、この福島取り上げて、はい、取材行かれてますよね。ね、はい、ハピネスの時には、はい、3年間、36人の、はい、私が、とても興味のある方たち、はいはい、例えば、草笛光子さんだったり、うん、岸恵子さんだったり、うん、こう、和紙の、ね、人間国宝の職人の方だったり、はい、まあそうやっていろんな職種の方に聞いてたんですけど、はい、福島ってことではなく、はい、震災によって東北の皆さんが本当に大変だったので、はい、その福島の皆さんが、もう最近はね、結構こうスマホとかで、インターネットさえあれば、こう、簡単に映像とか見れたりするじゃないですか。はいはい、で、たまたま私がその震災の時に、山形の方だったんですけれども、もう停電にずっとなってる時に私の曲を聴いてね、はい、とても元気が出ましたって言ってくださった方がいたり、なんかそういうことで、あ、じゃあ私の曲でもしかしたらそうやって元気になってもらえるかもしれないと思って、はい、それで、いろんな方に、言葉を伺って、その言葉に対しての、曲と、映像で、1分間から、うんうん、まあ、最後頃は4分ぐらいになったんですけど、ワンミニットピースっていうね、はい、映像を作って、どこででも、ちょっとなんかの時、ほっとして、見て、はい、ほっとしていただけたらな、というものだったんです。うん、それが前作、はい。そうですね。でも今回は、ハピネスイズがこう一旦区切りにして、うん、で、その後何をやろうかなって考えたときに、こう、まあ、2016年っていうと、震災からもう5年も経ってるんですけど、はい、またまだその震災の爪痕が残ってたんですね、うん、福島は。それで、私は昔キャノンにシステムエンジニアとして勤めてたことがありまして。理系上なんですよね。そうなんです。そう、はい。で、で、そのね、時って、同期入社数が1000人を超えていて、それで、やっぱり受け皿を見つけるのに結構時間がかかったってこともあって、はい、うんうん、普通は研修期間が1ヶ月なんですけど、はい、私は3ヶ月間福島の工場にお邪魔してたんですね。はい、で、なので、福島でね、社員旅行みたいなのでね、あだたら山に登ったり、はい、まあ、そういうちょっといろいろ思い出もあった、っていうこともありまして、うん、福島を応援できることがあったらと思って、うん、だったら、やっぱり福島の素晴らしいところを、福島外の方たちに、はい、聞いていただくことが私にとってできることじゃないかと思って始めたんですね。なんか NHK の番組でも放送されたって。はい、作った時に、こういうことをやるっていうことを、聞いて、知って、取材をしてくださったんですね。それで作るたびに、うん、浜中会津トゥデイで、はい、東健アナウンサーの元、はい、放送していただけたんですけども、はい、今、かかり始めたものは、はい、これは浜中会津ではまだかかってない、ボーナストラックに新たに入れたものなんです。はい。初めて歌を録音されたという。そうなんですよ。はい、私が。ちょっと、これはね、歌詞を、宮沢和文さんに、ブームの。そうです、はい。はい。宮沢さんと最近、一緒にサポートやらせていただいたりしてるので、もう本当に歌詞の世界観、音楽の世界観、私は大好きなのでね、これはもう宮沢さんに書いていただきたいと思って、宮沢さんにお願いしたところ、素晴らしい詩をね、書いてくださって、はい、で、本来ならば宮沢さんが歌ってくださったのが、皆さん喜ぶんじゃないかなと思ったんですけど、私が歌いました。とても素敵なんです。ちょっと聞いていただきましょうね。はい。タイトルが、福の島歌です。God
愛する子を福島の福の島歌、はい、そうです、のを入れる場所間違えました。福の島歌、はい、そうなんです。あの、はい、福島ってね、はい、あの、ま、幸福の福、はい、福を呼ぶ、はい、福の島なんだっていうね、はい、そういう言い方がありますのでね、はい、はい、あの浜通り、中通り、会津と、うん、あの三つに分けて、はい、宮沢さんが歌詞を書いてくださって、あー、はい、なるほど、そういうことなんですね、はい、そうなんです。へー、でも新しい挑戦なさいましたね。そうですね。もう前からね、でも一曲ぐらいは、うん、あの自分のアルバムで、はい、あの歌の曲入れたいなって思ってはいたんですけど、はい、なかなかまだね、あの踏み切れなくて。いや、とても素敵でした。ありがとうございます。これからもどんどん挑戦していただきたいと思います。ですね、大事なことちょっとお聞きしておかなきゃいけない。ライブが、はい、あの、大きなライブを控えてるんですよね。はい。はい、3月11日水曜日に、はい、あの、モーションブルー横浜で、はい、この福島の特別ライブをやります。はい。でね、今回はもうちょっといろいろ、あの、思考を凝らしまして、花見山というところにも行って曲も作ってるんですけれども、はい、その花見山ってね、安倍和夫さんっていう方の私有地なんですよ、山一つ。はい、山一つが、うん、でね、はい、それ、花木農家の方で、はい、で、日本全国に花を出荷してるんですね。でももうたくさん花がもう、はい、山全体が花花花っていう感じで、ね、はい、もうすごいんですね。だからその出荷してもまだまだ、あの、見応えのあるぐらいのところで、はい、もう皆さんが美しいから見たいっていうことで、はい、あの、いつから、あの、オープンしたか忘れちゃったんですけども、はい、あの、ずっと無料で皆さんに、あの、あ、開放してるんですか？そうなんですよ。そういうところでね。で、私、やっぱりその、はい、花見山のお花を、ぜひ皆さんに体験していただきたいと思って、はい、花見山から、あの、桜4種類、はい、それから、椿と、はい、蓮魚を、全部でね、60本ぐらい取り寄せまして、はい、あの、草月流の夢元の、はい、あの、勅使ヶ原茜先生に、生けていただくことにしたんですね。はい、ライブ会場に？そうなんです。で、素敵。あの、ライブの、あの、こう、その、ホールの中だと、ちょっとこう、水のこととかもあって、はい、あの、できないので、あの、入り口入るところの、はいはい、あの、こう、カウンターの横に、バーンと大きなのがあるんで、はい、もう皆さんすぐに気がつくと思いますんで、はい、入るとき、それから休憩時間中に、ぜひあの、皆さん、こう、写真も撮ったりして、楽しんでいただけたらなと思うんですけども。はい、あの赤レンガ倉庫の中、まさか入ると桜のそんな花が待ち構えているなんて。そうなんですよね。だから、関東だと、もっと早くに桜が、もう今、今もね、咲いてますけど。河津桜なんかはね、うん、もうね。だけど、はい、東北だとまだまだ、その時期は咲いてない時期なんだけれども、はい、そのために、はい、安倍さんが、温室で、その、向こうで咲く予定のものを、ちょっと早めに咲かせてくれて、はい、で、送ってもらうことになってるんですね。素敵ですね。はい、で、勅使ヶ原先生も、はい、この話した時に、うん、ぜひ、チャリティで、やりましょうって言ってくださって、はい、もう本当にお気持ちが嬉しくて、そんな風に、いろんな人のね、はい、心がこもった、コンサートになると思いますので、ね、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、3月11日、はい、水曜日ですね。忘れられない日、忘れてはいけない日ですね、はい、あ、ごめんなさい、そうだ、その日だ、そうなんです、3月11日、はい、モーションブルー横浜で、はいはい、で、そのコンサート会場で、はい、本の販売をなさるっていう、CD のね、ね、
こうインナージャケットだけだと、はい、写真が足りないのでもっともっと皆さんにも楽しんでいただきたいと思って、うん、今回若干その本にしまして、はい、その本にCD の、インナーカードに入れきれなかった写真とかも入れたりして、うん、新たに本作りますのでぜひそれもね見ていただけたらなと思うんですけど、あとはね二本松の、はい、酒蔵、それから会津の酒蔵、はい、4軒回ってインタビューをして、はい、酒造り歌というのも作ってるんですね、はい、でその中の4軒の中の1軒大七酒造というところでもとってもお世話になっていまして、はい、大七さんの私が大好きな梅酒をミニボトルなんですけれども、はい、来てくださった方全員にプレゼントをするっていうね、すごい趣向を凝らしてありますね、はい、そうなんですよ。いやこの福島のアルバムの世界を本当に、はい、味わいながら、目で楽しみながら、はい、家に帰りながら、そうです、はい、それで家に帰れば、はい、そのお酒で、はい、こう味覚でも楽しんだりしていただけると思いますのでね、すごい素敵ですね、はい、ぜひ皆さん3月11日、はい、もうチケット売り切れ間違いないと思いますので今すぐに、はい、申し込んでください、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、CD の収録メンバー鳥越圭介さん、そして、はい、岩瀬達比さんとともに心を込めて演奏させていただきますので、はい、で、桜の曲ですね、そうです、はい、この曲で今日お別れになります。はい、ありがとうございます。ご紹介いただけますか。はい、三春の滝桜を、はい、見て、この桜も千年の歴史があるんですね、はい、もう三春の方だけじゃなくて日本全国の方たちがこの桜の前に行っていろんなことを語り、はい、人生を見てきた桜、千年の旅に、私たちを連れて行ってくれます、はい、ロングロングアゴーという曲を作りました。はい、本日のゲスト作曲家でピアニストの森竹美由紀さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。